山中元進む完成6年12月4日は、日本の江戸時代の豪士、河野池村、山中総本家の九代目当主、出雲国の戦国武将山中高生の子孫、山中元長の長男、通称は山中新江門と称した、墓所は大阪府池田市の大広寺境内墓地にある、法号は進む入村元婦寺、去年36、 山中元長の長男として生まれた。子祖である山中美幸元は河野池村において初めて酒造を行った年に屋敷内に稲荷祠を設けていたが、法暦13年の秋、台風により祠が崩壊した。そのため、天明4年に稲荷祠を復旧し、自らの要望によって大阪の新宿、海徳堂の教授で師匠であった中井福賢に依頼し、碑文を宣誓。 父、元長が河野池稲荷、誇ら氏文みを混流した。完成2年に、父、元長の隠居により家督相続したが、完成6年12月4日に休止した。その後の河野池村の山中本家は、14代、山中元岡の代に突然と後を絶ったとされる。幕末期に河野池稲荷、誇ら氏文みは、河野池村山中本家の断絶により荒廃したため、 何者かに持ち去られたが、明治年間に、今橋幸之池家に買い取られた。ありがとうございます。